マリアンネ・ファン・オラニエ・ナッサウは、オランダの王族。全名は、ウィルヘルミナ・フレデリカル・イーゼ・シャルロッテ・マリアンネ。オランダ王・ウィレム1世の次女で、プロイセン王子、アルブレヒトの日となった。マリアンネは1810年5月9日、オラニエ公ウィレム6世とその日であったプロイセン王、フリードリヒ・ビィルヘルム2世の王女・ビィルヘルミーネの間に、第4個として、 父の亡命先であるベルリンで生まれた。マリアンネが1835年から1845年まで住んでいたカーミエンツ城。原ポーランドのドルヌイシロンスク県ゾンプコビツェ郡にある。1828年、マリアンネに対してマイスウェーデンをグスタフ4世、アドルフの長男グスタフとの縁談が持ち上がった。しかしこれは、スウェーデンウォーカール14世ヨハンらの強い反対を、 受け破断となり、マリアンネは、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム三世紀の王子アルブレヒトと結婚した。ところがマリアンネは1845年に家族を捨て、フォールブルフで愛人のヨハネスファンロススムと暮らし始めた。さらに1849年に彼との間に、子供ができるに及んでアルブレヒトとの離婚が成立し、以後マリアンネは、ハーグとベルリンの双方の宮廷から、 絶縁状態となった。その後、マリアンネは、ラインガウのラインハルツハウゼン城に住み、1883年5月29日に、同地で没した。遺体は、ラインハルツハウゼン城のヨハネスファンロススムヤ書士、ヨハネスビレムファンラインハルツハウゼンの隣に、葬られている。マリアンネとアルブレヒトは1830年9月14日に、ハーグで結婚した。二人の間には、 以下の一男三女が生まれた。また、愛人のヨハネスファンロススムとの間に生まれた諸子として、男子一人が知られている。ありがとうございます。